どうも皆さんじゃない。どうも。どうも皆さんこんばんは。ランルイです。よろしくお願いします。Hello everyone. Hi. This is ランルイ。お願いします。お願いします。ということで今回このような豪華な場所でやらせていただきます。今回は2人で質問コーナーを答えていくという形で、はい、どんどんの質問を読んで答えていきますので、よろしくお願いします。質問コーナー。どっちが喧嘩強いですか？俺でーす。もう現実で答えてる。邪魔ねこんないいとこ来させてもらって、まさかのランはこうシャキッとして、自分 T シャツで着ちゃったっていう。舐めてます。舐めてない。これめっちゃ可愛いからな。見てください。いいとこにドラえもんできます。いつもする。ということで、ということで、はい、質問コーナーやっていきます。はい、今食べたいものは？今食べたいもの。寿司。寿司か。じゃあ、キムチ納豆ご飯で。なんか変わってる。変わってるけど。じゃあ、ここかけてキムチ納豆ご飯で。高橋けど、いや、全然すまったじゃあ、まあ、そうとりあえずかけるっすね。帰って食べてくださいどっちが喧嘩強いですか？いつでも食べます。どっちが喧嘩強いですか？俺でーす昼やな。俺でーす。いや、今やったらわかんないよ。今喧嘩せえへんからな。だからそれ喧嘩っていう、あれがね。最近で喧嘩したのはいや、全く全くこれマジでしてないそんな十何年前え、でもしますするんすか？今何も食べるのだからほんまにバレエ始めてからしてないけどしてないと思う。怖いね。なんか腹立つってことが腹立つっていうこともない。リリーにはある妹にはある。今でも今でもある。妹が生まれてバランスよくバランスよくなったっていうか2人じゃなかったもんな。3人だったもん。そうそうそう。もう2人の間は多分もう永遠にしました。それから3日が持ってるんで、俺がどっちか鼻血出したりとか泣いたら終わりあ、これえんちゃん。スイーツなら洋菓子派、和菓子派。あ、もう両方です。これはもう即答させてください。これも両方です。もうないでもう。いね、甘いもん、甘いもん。好きなもんはないの。一番好きこれが好きで、甘いので。で、それがもうなんかいろんなとこ言って、取材とかでもなんか甘いもの好きって聞いたんですけど、みたいなの聞かれても、一番難しいですよ、その質問が。もう大変。何やあじゃりもちもうこれみたいな。じゃだから全部がもう。あ、好きなの。ここ。はあ、全部並んでるわけ。あんこも好きやし、ケーキも好きやし。じゃあどこの何々はないの？本当にもうこれのこれみたいなでしょ。ないんすよね、マジで。これ選べないんですよ。逆に京都のおすすめみたいなのない？あ、それはもう八つ橋とか俺やアジャリ餅やと思うたらアジャリ餅は好き。八つ橋やな。抹茶も好きやし。でも切れ端じゃん。八つ橋でも切れ端な。切れ端が一番安くて知る人で、美味しいし。いや、京都の人しか知らんちゃうかと思うぐらい。京都の人って知らない。知らないですよね。そうそう。でも聞くまで知らんかな。ああ。俺らのほんまの地元の工場。地元の一番近いとこ。あ、そうなんや。お土産が無理やからな。なんか賞味期限があれや。うん。え、ちなみにイタリアから帰ってきて食べました？食べてません、まだ。まだこれから食べたいな。何食べたん、逆に帰ってきて。ジョジョ園の弁当はい、すぐ一発目ジョジョ園で、あ、帰ってきて、帰ってきて、まずジョジョ園食ったことないやつ。昼めっちゃ腹減ってて、あの弁当屋さんで、それ一応あったかいのくださいじゃあそれ3000ぐらいですね。初めてあの新幹線にさ、こうあのビールで置いてあるからね、そういうのやって初めてコーヒー飲んだもんそこでもジョジョ園で止まらない。レギュラーサイズそこでも一個コーヒーはさ、ブラックでコーヒーな、最近あれやろ。イタリア行ってからやったけど、飲めるようになったの。俺もともとコーヒー好きで。コーヒー今でも好きやけど、イタリアはもうこのエスプレスっていうちっちゃいのを、もうちょっと時間があったらカフェ行って飲むから、からそれで俺はもう、なんて慣れたっていうか、なんか、なんていうの、欲しくなる。ちょっとゆっくりしたらコーヒー欲しい。最初行った時、そうやん、そのちっちゃいやつしかないって言って、その日本のコーヒー持ってってて、なんかそれを。エスプレス用のコップしかないで、こんなんで、チミチミと飲んでた。ブレンディーのスピード3回かも。はい、次の質問行きます。次行きましょう。好きなアイドルとかいますか？アイドル？いる。へー。歌がそもそも、なんていうの、もう流行りの曲聴くみたいな感じ。そうやな。なんかこれって、これ、この歌手だけでもないのか。そうやな。会いたい芸能人とかは？もう広瀬すずさん。自分は今田美桜さんに待ってみたいですね。綺麗です。ガチガチになる。子供がガチガチになる。ガチガチになる。すぐ出る。YouTuber ちょっと見てるやん。見てるよ。何見てる？ガードマンさん、カイサクさん見てるし、パパラピーズさん、めっちゃ見てるよな。そう、だからショウヤン男
さん兄弟さんも見てるし、あとまあ霜降り明星さんめっちゃ好きで、その霜降りチューブやってるのを見るハゲダゴ好きだし、ハゲダゴ障害収支マイナス1億円くんもめっちゃ知らないですか？あ、見てます、あれめっちゃおもろいっすヒカキンさんとはじめ社長さんはもう絶対に、俺スカイピースさんとか見るな、あレイクレさん、あとがあれやん、バレエ関係で平成フラミンゴさんな、バレエやつだとかやって、やっとまあ復活したのかな今、あーちょっと待ってたちょっと待って、喧嘩したとか言ってた、喧嘩したとか言ってた、あ言ったらなんかもうすぐ仲直りしますね、そう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 、結構 YouTube 見てるよな、見てる、でもすごいよな、すごい YouTuber って考えたしたらもんな、次います、はい、最近何にハマってますか、何にハマってますか、あ御朱印集め、あー集めたな、地味っすか、コロナ自粛があったりとか、まあ自分も怪我しててそのちょっと実家の方に行った時とかあったんで、リハビリがあったら散歩とかで京都もいっぱいいっぱいあるから、でちょうど年末年始の時期とかでなんかもう限定のなんかいろいろ、まあ御朱印っていうのはまずお寺とか神社行った時にまあスタンプラリーみたいな、で書いてもらえるみたいなんで、なんかそれがめっちゃ綺麗だなと思ってそれを集めて、最近全然集めてないけど、これ結構面白いなって思って、全く今まで興味なかったけど京都のお寺に全く興味なかったけど、あめっちゃいいやと思って、それはちょっと身近にありすぎてなあんまり行かないからな、お寺だからな、ずっとやってるのは来たいけど、ハマってることな、ウィーレ、あーウィーレやりますね、もうウィーレ携帯のコナミゲームウィーレ、いやもうプロ並みに極めてますから、めっちゃ強いらしいですめっちゃ強いです、そのレートっていうのがあって、世界とか日本国内のそういう人同士で対決するんですよね、オンラインマッチみたいなのに言うんですけど、通信できたりして、それを800っていうレートから始まるんですよね、で800で、まあ、上がって勝っていけばそのレートが10とか5とかそういう刻みで上がっていくんですよ、で負けたら結構下がる30とか下がったりするんですけど、そのレートが大体 YouTuber とかプロの人らは1400-1500 くらいからこうもうプロぐらいのレベルになってるんですよ、で今それ自分がレートが今1680くらい1回で700乗りかけましたプロの息出してるんですよ、え、あれはこうやっていつもやってるやつなの、そうそうそう、携帯やってる、いやあれすごいなと思うんですよね、ずっとあんな、だってサッカーやんだろ、サッカーだってあんな、なんかちっちゃいんですよ、いや、やらないやんないです、全くゲーム全くやんないんで、小さい時もそうやってるね、ランクはゲームするけども、ルイ君はバレーボールしたい、そうだね、だからたまにしかやってくれない、だから自分、バレーたまにしかやってないみたいないやでも、ほぼ強引に連れてかれましたよね、やってないというか、まあできないんですけどね、弱い、基本的にセンスがない、センスがない、もうマリカーとかやったらもう角にすんねんにゃボン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 当たってるような感じけど、あれやな、小学校の時に Wii が流行った時にサンタさんのプレゼントかもらったでもらって、マリオマリオスマ、マリオブラザーズか、ブラザーズか1の1とかいろいろなやつをもう2人でもう毎日喧嘩しながらやってましたね、全クリアするまで、で勝つのは勝つっていうか、なんか協力し合うゴールに向かって一緒に行くみたいなんで、だからそう落ちたりしてクリアできなかったイライラするじゃないですか、基本俺ができないんで、そうでしかも2人だったらこう行きたいのにこうぶつかったりするじゃないですか、でそうそう黙れそれもあれやん、あのコロナの自粛の時にほんまにやることなかったから、妹も交えて3人で1回そのデータ消してもう1回一から全クリしようぜみたいなのやったんですよ、で妹交えたらもう地獄、まあ、3人でまた多いのと、いや何もうなんかぶっ通しみたいなんで、いや妹ガチで切れてくるガチで切れてくるから、ゲーム内でまだ倒されたら分かるけど、もう現実でこないで日本代表でゲームするって言ってた、はい、その中では誰が一番、みんなやるし多い、やるやる結構やるだったりするけど、だからダイランとスマッシュブレスってやつももう自分は頭に続けてます極めてる、そうです、一般の中なら多分結構強い、そのプロの域に入ると多分全然ですけど、一般の中やったらまあ強い、はい、目指してるとこはプロの域、プロの域だからもうそうなったらもう YouTube のゲーム実況でねやってもらったら、もう上ぐらいやりたいですよね、多分見てもらったら多分、ね、すごいと思うんですよ、すごいやばっ、でまあ、そう自分が当たる相手はもう強いんで、まだ面白いんで、あ自分負けたら多分クズあるからね、好きなタイプは似ていますか、好きなタイプは似ていますか、女の子好きなタイプ何、似てますか、好きな、まあ似てるというかもう好きなタイプ答えて、タイプまあ俺はちょっと小柄な人、小柄、別に身長とかそんな全然関係気にしてない、うん、まあ自分よりでかい人は嫌かな、そこら、そこら180、ほらほら5や、いないっす、
海外の人とかいいですよね。あ、いい、オッケー。海外の人がいい。喋れないですけどね。喋れるけど、海外の人もなんか、イエーイみたいな感じとかね。ちょっと俺が選ぼう。はい。ちょっとじゃあ一旦それで、一旦食いますか。食事。